鉄の手のゲッツフォン・ベルリヒンゲンは、1773年に発表されたヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテによる儀曲。史実の人物ゲッツフォン・ベルリヒンゲンを題材にした、刺激である。ゲーテの処女儀曲であり、友人のヨハン・ハインリッヒ・メルクから援助を受けて、自費出版されると、ドイツ中の注目を集め、ゲーテの名を一躍有名にした。作中ではゲッツは、 英雄的な人物として描かれ、若くして死んでいくが、史実のゲッツは、盗賊騎士と揶揄された血の毛の多い人物で80歳過ぎまで生きながらえている。主人公ゲッツが、レック・ミッヒ・エー・エム・アーシュと叫ぶシーンは、有名になり、ドイツ語では GTZ という言葉が、同じ意味の侮辱語として通用するほどになっている。このセリフは、もともとは、ゲッツの生まれ故郷の言い回しで、 ゲーテが戯曲で取り上げたことから一般化した。なお、このセリフが書かれているのは1773年に自費出版した初版だけで、以後は削除されているが、この作品の代表的なセリフとして定着している。ありがとうございます。